どうも、さっさんでございます。今回の動画なんですけども、年末ということで俺がね今年使ったテンキーレスキーボード、4製品あるんですけど、結構テンキーレスキーボードのまとめ動画出してくださいとかっていうねコメントが多いんで、俺が使った各キーボードの特徴とか、まあ使ってみて感じたメリットとかデメリット、そういうのをねまとめて話していきたいと思います。で、こういうね、まとめ動画を出すと、一番いいのどれですかみたいに言う人がね、結構いるんですけど、一番いいキーボードっていうのは、まあ、人によってね、どこを重視するかとかで全然変わってくることなんで、まあ、それはね、動画見て自分で判断していただければなと思います。はい。で、今年使ったテンキーレスキーボード4つあるって言ったんですけど、まず1つ目ですね。こちらでございます。これ、コルセアの K65LUX RGB っていうゲーミングキーボードなんですけども、これね、発売が結構前です。2016年7月22日で、確かね、3月だったか4月だったか忘れちゃったんですけど、Amazon セールでね、ちょっと安くなってたんで、買ってみました。で、値段が今 Amazon で見ると13,383円です。でね、この K65 には種類が2つあって、チェリー MX の赤軸と、あとスピード軸採用しているものがあるんですけど、俺が買ったのはね、これ、赤軸のモデルですね。はい、じゃあ製品の特徴を見ていきたいんですけど、まずね、今回紹介する4つはテンキーレスなんで、全部ね、テンキーないですね。で、上の方にこのキーボードは独立したメディアコントロールキーっていうのが配置されてて、バックライト切り替えとか、ミュートとかね、まあいろいろあります。で、結構ね、俺がいいと思ったのは、このね、交換用のキーキャップが付属してるんですよね。この交換用のキーキャップの表面がね、ザラザラした素材になってるんで、こう触るとね、あ、これ移動のキーだっていうのがすぐわかるし、あとスペースキーもね、これザラザラしてて、で、それとですね、これパームレストも付属してます。結構ね、パームレスト付属してないゲーミングキーボードって多かったりするんですけど、俺はね、個人的にパームレストある方が、まあ、使いやすいかなと思ってますね。ちなみにパームレストの着脱は、なんかこの後ろの引っ掛けみたいなところをこうつまんで外したりしないとダメなんで、まあそんなにね、着脱はしやすくない感じですね。で、これね、発売から結構時間経ってるって言ったんですけど、未だに Amazon 販売でちゃんと取り扱いがあるんで、その辺は、安心かなと思うし、あと値段がね、今回紹介する4つの中では、これがね、一番安いモデルですね。あとね、これ安いって言っても、これ表面がね、アルミ製で結構質感高くて、見た目普通にかっこいいです。あとですね、この奥に USB のパススルーポートもついてますね。じゃ、ちょっと電源入れてみましょうか。はい。こんな感じでございます。バックライトはね、なんかそこまで明るくはないんですけど、まあ、色はね、結構いいかなと思いますね。もちろん専用ソフトでカスタマイズとかもできます。はい。で、専用ソフト起動するとこういう感じなんですけども、設定画面こんな感じで、これ各キーはね、全部かな？全部変更可能ですね、割り当て。これ上のメディアコントロールとかも変更可能ってすごいね、これ。俺はね、動画編集とかでカスタマイズとかして使ってたりもしました。まあ、ゲームとかでね、カスタマイズとかする人いるんですかね？俺はゲームであんまカスタマイズしてないですけど、まあ、マクロとかもね、一応組めるんで、まあ、そういう風にして使いたい方にはいいんじゃないかなと思います。ただね、俺的には、ちょっとこのコルセアの専用ソフトは、まあ、若干使いにくかったですね。今回紹介する4つのキーボード、コルセア、ロジクール、ハイパー X、スティールシリーズがあるんですけど、その中でコルセアの専用ソフト、個人的には一番使いにくいと思ってます。はい、続いてなんですけども、このチェリー MX 赤軸の、タイピング音チェックということで、タイピングゲームをやりますので、まあ、聞いていただけたらなと思います。はい、ということでタイピング音はこんな感じでございます。はい、ということでコルセア K65 こんな感じだったんですけども、個人的にはね、値段が安い割に質感高くてかっこいいし、あとね、キーキャップ交換できるっていうのとパームレストついてる、これがね、非常に嬉しいなと思いました。ただ、さっき言ったね、専用ソフトですね、あれちょっと使いにくいと思うんです。多分ね、俺だけじゃないと思うんだけどね、使いにくいと思ってんの。あとこれね、ちょっと個体差なのかもしれないですけど、こうキーキャップがね、こうスポスポ抜けるとこがね、何個かあるんだよね。なんか不具合っていうかね、俺の使い方が悪いのかもしれないんだけど、それがね、ちょっと残念でした。ただ全体的にはね、コスパ高いと思います。これはね、おすすめできると思います。
はい、じゃあ2つ目のキーボードなんですけども、こちらでございます。これロジクールの G Pro X っていうやつで、発売が2019年11月14日これはね割と最近のやつですね。で今 Amazon で見ると値段が 18,180円で、販売されてます。でこれキースイッチがですねロジクールオリジナルの GX スイッチってやつなんですよね。でこれデフォルトでは青軸なんですけど、俺はね赤軸に変えて使ってます。青軸ってねどうしてもこうすごいね音がするんで、まああんまりねゲーム向きではないような感じなんですよね。どうしてもボイチャに音が入っちゃうんで。でこの交換用のキースイッチっていうのは別売りで、各キーが6363円で販売されてるんで、デフォルトのね青軸で使うっていう方だったらいいんですけど、キー交換して使うっていう方はちょっとねコスパ悪いなと思います。合わせると2万4000円以上になってしまうんで。はい、じゃあこちらも詳しく見ていきたいんですけども、さっきの K65 とは違ってそんなにねメディアコントロールとか専用のキーはなくて、まずここにゲームモードのスイッチですね、あの Windows ボタンの、ロックのやつで、あとこれバックライトの変更スイッチがあります。であとは F9 から F12 と、あとこのプリントスクリーンとかの3つ、ここにメディアコントロール割り振られてるんで FN キー同時押しで使うこともできます。でこれねちょっと残念なのが、今回紹介するやつの中で唯一これ全面プラスチック製なんですよね。他のやつがアルミ採用してるんで、まあ、それに比べると、若干質感は劣るかなっていう感じ。まあ、全体のねデザインとしては俺は結構かっこいいと思いますけど、でそれとですねこれパームレストついてないキーボードなんですけど、ここのね手前の厚さがねちょっとあるんで、若干ねこの段差っていうのを、まあ、個人的にはね感じますね。で続いて奥の方見ていきたいんですけども、これね USB ケーブル着脱式になってます。これがね付属のやつなんですけども、これをこうやって挿して使うので、まあ、例えばね持ち運びする方とか、まあ、あんまりいないと思いますけど、あとはキーボード掃除する時とかは、まあ、結構いいらしいですね。はい、じゃあこちらも電源入れてみたいと思います。はい、これもね色はそんなにこうギラギラ光るっていう感じではなくて、まあ、割と控えめな光り方かなっていう感じですね。で専用ソフト起動してみました。これがねロジクール G-HUB っていうソフトです。で G-Pro X の方開きますか。でこのライティングのところでこのバックライトを変更できます。で続いて割り当てなんですけども、このキーボードはですね割り当て変更できるのが F1 から F12 までです。今回紹介する中でこのキーボードだけがカスタマイズできるキーが少ないので、その点はねちょっと注意した方がいいですね。であとゲームモード有効化した時に無効化するキー、これねデフォルトでは Windows と、あとねこれなんていうか分かんないんですけど、なんかページみたいなやつが書いたキー、この2つの他に無効化するキーがあれば、まあ、ここでね設定することもできます。はい、じゃあ続いてタイピング音のチェックしたいんですけども、今回ねこれ赤軸に変更してるんで、まあ、赤軸の音っていうことで聞いていただきたいんですけども、以前レビューした動画でタイピング音の比較の動画っていうのもあるんで、まあ、気になる方はそちらもね見ていただければなと思います。じゃあ早速やっていきます。はい、タイピング音こんな感じでございます。さっきねこれプラスチック製って言ったんですけど、まあ、デザイン的にはね俺は結構好きですね。まあ、高級感っていうのはあんまないんですけど、まあ、おしゃれちゃおしゃれだと思います。で欠点を挙げるとすると、まずパームレストが付属してなくて、この段差が結構あるんで、まあ、それがちょっと気になるっていうのと、あとねこれキースイッチを青軸以外で使うんだったら、まあ、ちょっとコスパが悪くなってしまうっていうことで、あとカスタマイズできるキーが少ないっていうのと、あとロジクールの G-HUB っていうソフトが、まあ、俺的にはね一番ロジクールのデバイス使ってるんで使い慣れてはいるんですけど、結構ねバグがあるソフトなんですよね。これ結構コメント欄でも言ってる人がいるんで、まあ、俺だけじゃないと思うんですけど、バグがねちょっとあるんで、まあ、そういうの改善してもらえれば使いやすくなるのになと思います。はい、じゃあ続いて3つ目のキーボードなんですけど、こちらでございます。これが HyperX のアロイオリジンズコアっていうやつで、発売が2019年12月2日で、Amazon で 14,569 円です。ちょっとねこれ一番使ってる期間っていうのが、短いんですけども、まあ、こちらもね、詳しく見ていきたいと思います。
はい、まずこちらもですね、メディアコントロールキーっていうのはなくて、まあ、いろんな機能がね、この F1 から F12 までに割り当てられてるんで、これも FN キー同時押しで使うようになってますね。で、これ本体の素材が全面アルミ製なんですよね。裏もコルセアの K65 とか、この後出てくるスティールシリーズのやつっていうのは裏がプラスチックなんですけど、このハイパー X のやつは裏もアルミ製なんで、まあ、一番高級感あります。で、見た目もね、メディアコントロールないんで、一番スッキリしてますね。で、これもね、ロジクールのキーボードと同じく USB ケーブルは着脱式、ちなみにこれ Type-C になってます。ロジクールのやつはマイクロ USB です。はい、じゃあこれもね、電源入れてみましょうか。いきます。はい、電源入りました。ちなみにこれはですね、俺がわざと青にしてカスタマイズしてます。で、この ASDW、ここだけね、真っ白にずっとついてるようにしてるんですけど、これね、バックライトが一番明るくて綺麗です。今回紹介するものの中では、 HyperX のキーボードのバックライトって、多分ね、一番ゲーミングメーカーの中で明るいんじゃないかと思うんですけど、バックライトが綺麗なやつが好きだっていう方はね、これかなりいいと思いますね。じゃあちょっと色を変えてみましょうか。2番にしてみます。これはデフォルトで設定されてるやつで、色が切り替わっていくやつですね。はい、じゃあこちらも専用ソフト見ていきたいと思います。まずこの画面でね、バックライトを切り替えるんですけども、いろんなね、ゲーミングメーカーでエフェクトっていうのを用意してると思うんですよ。この呼吸、紙吹雪、スワイプ、無地、黄昏波、なんかちょっと、日本語おかしいんですけど、まあ、こんな感じでね、いろいろあって、これをね、普通は一つを選ぶんですけど、これ組み合わせて使えるっていうのが HyperX の、このキーボードの面白いところだと思います。まあ、今回ちょっと詳しくやりませんけど。で、あとこのキーのカスタマイズについてなんですけども、これもね、全てできるのかな。 FN キーだけができないか。 FN キー以外は基本的に全部のキーカスタマイズ可能になってますね。最初このソフトを使った時、ちょっと使い方、いまいちだなと思ったんですけど、まあ、しばらくいじってたら、これ結構シンプルで使いやすかったです。で、今んとこ俺はね、バグとかもないですね。まあ、使う期間がね、ちょっと短いっていうのもあるかもしれないですけど。はい、じゃあ続いてこのアロイオリジンズコアの、タイピングを確認したいと思います。いきます。はい、タイピング音こんな感じでございます。さっきね、言うの忘れたんですけど、これ HyperX のオリジナルのリニアっていうね、赤軸なんですけど、これね、タイピング感は最高にいいですね。今回紹介するやつの中で、タイピング感一番いいと思います。赤軸なんですけど、音もいいし、このタッチの感じもね、すごいね、文字入力とかしてて気持ちいいんで、これね、あんまりうるさいのが嫌で赤軸がいいけど、打鍵感も重視したいっていう方には結構おすすめかなと思います。はい、というわけでアロイオリジンズコアはこんな感じでございます。これね、本当に見た目の高級感もあって、で、シンプルでかっこいいし、打鍵感もね、最高にいいし、で、デメリットっていうのはね、特に個人的に感じなかったんですけど、強いて言えばパームレストもつけてほしいなと、思ったんですけど、さっきの G Pro X と違ってここの段差がね、そこまで気にならないんで、まあ、なきゃなくても大丈夫かなっていう感じです。はい、じゃあ本日最後4つ目なんですけど、こちらでございます。これスティールシリーズの APEX PRO TKL っていうやつなんですけど、これがね、一番最近発売されたやつですね。発売日2019年12月18日で、今 Amazon でね、26,260円で販売されてます。今回紹介するやつの中で一番ね、値段が高いやつですね。はい、じゃあこちらも詳しく見ていきたいんですけど、まずね、これもう電源入っちゃってます。バックライトはね、結構綺麗だと思うんですけど、個人的にはね、HyperX の方が明るいし綺麗だと思います。まあ、これでも十分だと思いますけど、専用のメディアコントロールキーっていうのは、こっちについてますね。これで、ボリューム調整だったりとか、まあ、各種設定っていうのもね、ここにディスプレイがあって、まあ、パソコン使わなくてもできたりするんですけど、まあ、でもカスタマイズっていうのは基本的にパソコンの専用ソフトでやった方が、細かくいじれるんで、まあ、いいかなと思います。で、ただこの液晶とこのダイヤルとボタンがある分、このプリントスクリーンとかの元々あるはずのキーっていうのがないんで、そういうのを使いたい場合は専用ソフトを使って、他のね、使ってないキーとかに割り当てる必要があります。俺はね、プリントスクリーンをここに割り当てて使ってます。
であとこれ表面はアルミ製に一応なってますね。で、ここに USB のパスルーポートもあるし、であと特徴はですね、これ裏面見てみるとケーブルですね、これを真ん中から出すようにしたり、今ある方と反対側に移動したりとかっていう風にできるんで、まあ、結構考えられてると思いますね。でそれとこのキーボードはパームレストも付属してるんですけど、最初にね紹介したコルセアのやつと違ってこれ着脱がすごい楽なんですよね。ここにマグネットがついてるんで、こうやってやるだけで、すぐにねこうくっつけることもできます。でこのキーボード最大の特徴何かというと、これ採用してるキースイッチがオムニポイントスイッチっていうスティールシリーズオリジナルのやつで、基本的にこういうメカニカルキーボードっていうのはアクチュエーションポイントって言って、こうキーをね押した時にこう下まで行かなくてもこう途中で反応するようになってるんですけど、この反応するポイントっていうのを、専用ソフトで、カスタマイズできます。これはね本当に他にはない機能ですね。はい、じゃあ専用ソフトどんな感じかっていうのを簡単に見ていきたいと思います。設定画面がですねこんな感じになってますね。このキーバインドっていうところではこの各キーの割り当てっていうのを変更できるんですけども、まずこのメディアコントロールと FN キーですね、これはカスタマイズできないです。でアクチュエーションポイントの変更画面がこんな感じで、1から10までの10段階で、反応の深さっていうのを変えられるんですけど、これね、一番浅いと 0.4mm で一番深いと 3.6mm まで変えられるんですけど、ミリ表示じゃないんだよね。これがねちょっと個人的には残念かなと思いました。でこのキーボードのレビュー動画出した時にコメントで、デモキーを触ってみたらミリ表示されてましたっていうコメントあったんですけど、なんかね設定とかいじってもそれがなくて、もし分かる方いたら、教えていただけたらなと思います。であとイルミネーションもまあ細かくね結構設定できるし、で、最後この OLED& 設定っていうところで、この液晶にね表示してる文字を変えたりとか、あとこれね GIF 画像に変更して、動くようにとかできるんで、まあ、ちょっと面白い機能ですよね。はい、じゃあ最後こちらのキーボードのタイピングのチェックもしていきたいと思います。じゃあいきます。はい、タイピングのチェックこんな感じでございます。オムニポイントスイッチっていうのは結構ね静かですね。今回紹介してるスイッチの中で一番静かかもしれないですね。ただね俺個人的に気になるのがこれね、ちょっとマイクに音入るかわかんないんですけど、こう押した後にねこうバネがね響く音があるんですよね。これちょっとねマイクに入ってるかわかんないんですけど、このね響く音がちょっと個人的には、気になるかなと思いますね。はい、ということで最後こちらスティールシリーズ APEX PRO TKL でございました。機能性はね一番高いんですけど、やっぱねその分値段は高いです。であとねさっきも言ったようにこうバネの音が気になるっていうのと、このタイピング感になんか爽快感とかっていうのは、まあ、あんまりね個人的には感じないんですが、でもやっぱりねアクチュエーションポイントの変更機能っていうのはかなり便利なんで、特にね俺みたいに、まあ、俺普段ブログも書いてるんですけど、ブログ書くときはアクチュエーションポイントちょっと深めにして、タイプミスとかを減らして、ゲームやるときは反応速度上げるために浅くするとか、そういう設定をね、することができるんで、まあ、今のところはねこのキーボードを、使っていきたいなと思ってます。はい、ということで今年私たくさん使った4つの天気ですキーボードの、まあ、簡単にまとめた動画なんですけども、やっぱりね人それぞれ重視するポイントっていうのが違うんで、例えばアクチュエーションポイントの変更機能っていうのに魅力感じてなかったら別にこれじゃなくてもいいわけなんで、まあ、自分がね本当に重視するポイントっていうのをいろいろ考えながら、あと値段とかね見た目とかそういうのをいろいろ考えながら選ぶのがいいんじゃないかなと思います。今日紹介した4つのキーボードなんですけど、Amazon の販売リンク動画の概要欄に貼り付けておきますので、気になった方ぜひチェックしてみてください。ということで今回は以上でございます。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。